い、ではですね、今回はギター紹介ということで、初心者の方にいろいろとギターをですね、まず購入してもらうときに、まあ、いろんな種類があるとは思うんですけれども、とりあえずですね、私の今持ってるギター、どういうイメージとかですね、どういう理由で選んだのかなみたいなことをですね、説明できればいいと思います。その中ですね、私が今回ご紹介するのはこちら、ポール・リード・スミスというアメリカのね、ギターメーカーから作られたこのポール・リード・スミス、通称ですね、その頭文字を取って、ポール・リード・スミスの頭文字を取って PRS とも呼ばれますね。ミュージシャン友達とかですと、まあ、PRS って呼びますかね。ポール・リード・スミスですと、ちょっと名前も長いので PRS とか呼んだりします。まあ、このギター何がいいかというとですね、前にもですね、ご説明しました、そのギブソンのメーカーでね、楽器メーカーギブソンとフェンダーのちょうどですね、いいとこを取りしたようなですね、意味合いをですね、持つギターかなと僕は思います。ギブソンのレスポールみたいなちょっと甘い音も出せるし、そうですね、ちょっと甘い音もトーンを絞っていけばですね、出せるし、ストラトみたいなですね、ちょっとシャキッとしたですね、ちょっと音は細いんですけども、シャキッとした、こういう、まあ、いろんな音が出せる楽器だなということで、とても仕事等にはですね、非常に使いやすい楽器だなと僕は思ってですね、何か一本持ってけと言われれば、まあ、ポール・リード・スミスこの PRS を持ってけば間違いないかなということで持って行っております。これもね、確か1985年ぐらいに設立されたギターで、まあ、ポール・リード・スミスさんがね、作ったギターなので、そのままポール・リード・スミスなんですけれども、結構ですね、これなかなか初心者の人には、初級者の人にはなかなか勧められないのが、まあ、紹介しておいて勧められないというのもあれなんですけど、ちょっとね、高いんですよね。まずギターの中でもハイエンドギターといって、ちょっとね、お高めの、まず金額がお高めになってしまうので、まあ本当はね、2本目以降とかね、3本目以降とか、もう少し慣れてきてから持つといいとは思うんですけれども、でも最初からね、こういういいギターを持って練習するの本当最高ですからね。ピッチ音程もいいですし、まあ、いろんな音が出るから、いろんなね、勉強もできますし、おすすめであるんですけども、一番その、まあ、デメリットはですね、まあ、高いというところです。でもですね、最近ではないんですけれども、こちらポール・リード・スミスの結構廉価版、安い価格帯のポール・リード・スミスのね、 SE だったかな、結構ね、7万円ぐらいであるんですよ。昔ポール・リード・スミス持ってたら金持ちって言われるぐらい、もうね、ハイエンドでしたね。やっぱ2、30万しちゃいますからね。40万もう本当とは高いものであればもっとね、50万60万してきますからね。でもね、今ちょっと安い価格帯のね、ギターがサンタナモデルかな、サンタナがなんか、そのスチューデント用に、学生用にももう少し安い価格帯のも作れないのかみたいな話をですね、して作られたのがその SE、 ポール・リード・スミスの SE。 これもですね、見た目すごくね、あんまり変わらないですよ。これ僕の持ってるのも当然もちょっとまあまあなやつなんですけども、こういう30万40万のギターと同じような見た目、こういうなんかね、木目が出てるんですね。このメイプルっていうその木材の木目が出て、ポール・リード・スミスすごい綺麗ですね、ギターとしての完成度が。そういう SE なんかもね、手に入れてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、安いならそれなりの理由があるだろうみたいなね、こともあると思うんですけども、まあ、初級者の方にとってやっぱり見た目大事ですからね。ポール・リード・スミス持ってるプロの人もね、もうすごいいっぱいいますしね、使いやすいですし、
最初に手に入れるギターとしてはとてもいいと思います。でいろんな音出ますよ本当に。まあ、ちょっと紹介してきたのはやっぱ見た目、僕もね見た目大好きです。このポロリズム、まずねこのねヘッドって言われる部分ですかね、このギターの頭の部分が、まあ、こんな形状ですね。そしてペグって言われるこの弦を巻くところついていて、ナットこの弦をですね支えるところ、そしてこのネック、この押さえる部分はフレットボードなんですけども、この全体をですねネックって言いますね。そしてこっちがフィンガーボード指板、そしてねこのなんか銀色のこの金属の部分がフレットって言われて、これで音程を決めます。このフレットの打ち込みもねとてもやっぱり PRS は精度が高いので音程がいいですね。 SE でも結構ね音程はいいですよ、おすすめですね。そしてこちらが全体ね大きい部分がボディとなります。 PRS の場合はピックガードって言われるこういうピックした際のこのボディにやっぱり当たっちゃうこともあるんですね。その人のプレイスタイルにもよると思うんですけども、ピックガードっていうのはないですね。まあ見た目がこうなのでピックガードつけてね木目消しちゃったらもったいないですからね、ピックガードはないです。あとはピックアップ、この弦の振動をこのピックアップが音を取って、このようにアンプに送って音が出る、こうやっぱピックアップ大事ですね。このピックアップとかね全部のオリジナルパーツがね、 PRS はオリジナルパーツなんですよね。いろんなとこに別注したりするところが本当はフェンダーとかもね多いんですけれども、 PRS はオリジナルのこの PRS のピックアップ、 PRS のブリッジというのは結構ねすごいことですね。全部はその自社で制作してるという、しかもねそれぞれクオリティがね全部高いですからね。これ単品で買うと結構高いんですね、 PRS のパーツも。こういうブリッジってこういう弦のねこのブリッジ、まさにブリッジなんですけども、この部分でもね3万ぐらいするんじゃないかな、単品で買うと結構いい値段するんですよ。このねピックアップとブリッジとあとこういうところ、これねこれボリュームになってます。これ絞れば音は出ません、上げていけば音が出ます。そしてこっちの同じようなボリュームのやつがトーンになりますね。これを絞っていくと音がこもった感じ、開くとキランとした感じで、絞ると結構モコッとした音、あったかい音になります。当然ね間でも調節することが可能です。開くと絞る、半分ぐらいすると全開に絞ると、全開に絞るとおかしいな、で一番絞っていくとこういう音になってます。まあ、基本は銃開いては使うものなんですけどもね、いろんなバンドアンサンブルとかに入った時にこれだとねこもっちゃって聞こえないですね、絞った状態。まあギター一つだけだから聞こえるんですけども、なるべく10全開で一回ちょっと絞っていくぐらいですけど、そこら辺はその時のねバンドの状況とか音の状況にもよります。まあより多彩にね音作りができるということですね。その音作りの中でやはり大事なのがここ、このねピックアップセレクターってことですね。これもその名の通りですね、このピックアップ PRS にはこっちのフロント部分、こっちのネック側に近い部分をフロント部分と言います。そしてこちらついてますね、これネック部分に近い方がねフロント、そしてこっちがね後ろの方にあるのでブリッジに近い方のやつはリアピックアップと言います。フロントピックアップとリアピックアップで音をいろいろ作ることができます。これ今こっちだけで演奏していますね、フロントピックアップだけで、ボリュームとトーンはそれぞれ全開です、10の状態です。まあこっちだけですね、これを今ピックアップセレクターを使ってリアにしてみます。
します。まあ、よりなんかこっちのリハするとエレキっぽい、フロントするとちょっとジャズっぽい。これはね、実はここフロントとピックアップだけじゃなくて 1,2,3,4,5 と5段階に分かれてます。これもね、ちゃんと紹介しますかね。これもね、ピックアップセレクター5個に分かれてるのは、こっちだけするとこっちのピックアップだけの音、こういう音です。ちょっとジャズっぽいって言った音ですね。そしてこれを1段階下げると2番目のポジションすると、さっきより全然細いね、細い感じの音になったと思います。これこっちだけ、2番目するとこういう音になるんですね。こういうカッティングとかの、カッティングでですね、こういう音に使いやすいですね。あとカントリーとかね、もう一つこれ真ん中、一番真ん中、まあ、ポジション3としますとこういう音になります。1番目これだけにすると、2番目すると、3番目すると、これも結構ね使いやすいです。さっきの2番目だと結構音が細いんですよ。これするとある程度太さも持ったまま抜けも良くなるってですね。このポジションもよく使えますね。これとこっちのピックアップ、フロントとリアのちょうど中間なので、ハーフトーンとかね呼ばれたりしますね。2番目もねハーフトーンなんです。詳しく言うと、詳しく言うとですね、こちらこれなんか2つ並んでるじゃないですか。これこことここ、そしてこれもこことここ2つ並んでますよね。このピックアップがね、実は2つ一緒になってるんですね。これね、ハムバッカーって言って、シングルピックアップっていうのはこれ1つだけなんですよ。多分ね、いろんなギターを見ていくとシングルピックアップも、ね、非常に多いです。でこれはそのシングルピックアップが2つ並んでるのでハムバッカーって言われてですね、こっちの方が少しですね太い音がします。太くてあったかい音がします。でもシングルピックアップもねだけが好きな人もいるので、ここはシングルピックアップだけのこともあります。当然リアもシングルピックアップだけのギターもねいっぱいありますね。どっちがシェア多いかっていうのもほぼ半々じゃないですかね。好みにもよりますので、その中でこのポジション1は当然ハンバッカー、このね2つのシングルピックアップを使ったここの部分だけで音を取ってます。でここはこれとリアとフロントのシングルだけを使ってるんですよ。最初に言うと分かりにくいですね。シングルピックアップだけを使っているので、ちょっと細い音になりますね。シングルピックアップ同士なので、こっちはハンバッカー同士、こっちはシングル同士。そしてこの3番目がこのハムバッカー同士のハーフトーン、2番目はシングルピックアップ同士のハーフトーンだったんですけども、3番目はハムバッカー同士のハーフトーンなので、ソロこういう単音だけでいてもなんかまだ太くてあったかくてちょうどいいポジションだと思います。これもねすごく使いやすいですね。そしてちょっと分かりにくいですかね、これ以上言うとね。ですがこれをもう一個こっちのポジション4にします。5段階あるうちの 1,2,3,4 段階目、これにするとこれどうだったっけな。こうすると、すいません、間違いがあったらすいません。こっちのリアピックアップはハムバッキング2つで取って、こっちはシングルピックアップだけで取ってます。すごいややこしいですね。でもこのポジションまた音が違います。多分あんま違わないじゃねえかみたいに思われた方もいると思うんですけども、3番目いきますよ。4番目いきますよ。
とですね、細くなってるんですよ。これなかなか自分でね弾いてる人はすごくよくわかるんですけども、聞いてる分だと全部どうせエレキの音だろうみたいなので分かりにくいんですけども、結構こういうポイントがですね、すごく弾いてる側っていうのは大事なんですよね。気持ちの問題もあるんですけども、まあ、音がちょっと細くなったり小息が出たり低息が少なくなったりすることによって、そのやっぱプレーのこの演奏する感じってね、やっぱり変わってくるんでね、どうしてもね、どうしてもというか、ここがやっぱりその弾いてる側のニュアンスとかですね、その個性を出すポイントなので、選択肢が多いってことは非常に良いことだと思います。最初はですね非常に分かりにくいかもしれないんですけれども、まあ、こういうですねセレクターたくさんあって、あ、最後紹介しないですね、この一番こっちだけすると、こっちのハムバッキングのこいつだけです。このピックアップだけで取れます。さっきねエレキっぽいって言った、これ結構もう違うので分かりやすいんじゃないですか。4番目にしますよ。ちょっとアコギっぽいというんですかね、優しい綺麗な音しますね、キランとした音。こっちだと野蛮ではないんですけど、ちょっとワイルドな感じになりますね。ガッツのある音みたいに言いますけどね。その中でもこのポール・リード・スミス PRS というギターは、こういう音でも結構ね上品な音がするギターです。もっとねワイルドというかですね、汚いって言ったら本当いけないんですけども、音が出るギターもあります。それはそれでですね、そのジャンルとかですね、その弾く方の個性によって全然ねありだと思うんですけども、僕みたいにちょっと仕事とかですね、いろんな人が歌うバックバンドとかの時、やっぱりなるべく綺麗な音がね、上品な音が出せるのはすごくいいポイントですね。そしていろんな音が出せる。ピックアップを1から5まで順に変えていきます。今1です。2番にします。ちょっと買っていきましょうかなみたいに。3番目しよう。アコギっぽいのが欲しいから4番目にしようみたいな。最後ちょっと6に行きたいから5番目にしよう。っていうふうにいろんな音色がですね使えるので、僕としては非常にね、ポール・リード・スミスという楽器は非常に便利な楽器ですね。一個持っていけば、まあ何でも対応できる楽器なのでね。そういう意味でこの PRS というものを使ってます。そのちょっとピックアップの説明長かったんですけども、このブリッジの部分もね、とても重要でね、これもギターを支え、弦を支えてるだけではないです。このパーツっていうのもね、結構ね、細かくいろいろネジとかですね、このコマとかですね、いろいろありましてですね、ポール・リード・スミスはねこのブリッジもすごく良いですよ。これなんかさっきから気になりますね、こいつ。これがですねアームという部分になりまして、これをですねちょっとこうやって押してあげると、このブリッジが浮き上がるので弦がですね緩んで、こういう音になります。こういう風によくアームっていうのはこういう効果が出せるやつですね。もう物理的に弦をこうやって緩めてまた戻してみたいにして音程を揺らしていくものですね。これの精度もねすごくいいですね。安いギターとかだとこのアームを使った瞬間に全部チューニングずれちゃったりします。ここが結構一番大きいですね、安いギターのといいパーツを使ってるギター、結構差が大きいと思います。まあ、アーム使わない人はいいんですけども、あとは見た目ですね。まあこうやって全体の見た目ですね。ポール・リード・スミスとてもね非常によく作られていて、まあ、アメリカで作られてるんですけども、非常にネック、この握る部分とこのボディの接合面とかの強度とかも非常に高くてですね、反りにくいんですよね。ギターっていうのはやっぱり木なので、どうしてもですね
木ってずっとまっすぐじゃないんですね。やっぱ梅雨時期なちょっとね、反ってきたり反るって、この木がですね、もうまっすぐだったのがちょっとグイってね、もう大げさに言うとこうやって曲がってきたりするんですね。すると当然音が詰まってきたり、ものすごく弦高、この弦とこの指板フレットの間が高くなっちゃって弾きにくくなったりするんですよね。よく家に眠ってたギターとか、ライブハウスに適当に置いてあるギターとか使うと、すごい弦高が高いんですよ。高いっていうのはつまりこのネックが こうやって見るとこういう風に曲がっちゃってるんですね。こういう風に曲がっちゃってるので、こういう風に曲がってるってことで、この中の部分、当然弦との間がすごい大きいじゃないですか。もう下あるみたいに頑張って押さえないといけないギターとか結構あるので、そういう面でですね、こういう PRS とかいいギター買うと、ここと弦とこのフレットの間がすごく狭くというかですね、小さくできるので押さえやすいです。少しの力で、これ左手僕ね、ほとんど力入れてないです。もうね、置いてるぐらい。それでもちゃんと音出ます。このミノーとか出ます。ほんと軽く押さえるだけね、いいので、こういうところもね、ちょっといいギターだと、こういうフレットと弦のね、間小さくできるので良いかなと思うポイントでもあります。でもですね、安いギターでもリペアショップとかですね、ちゃんと調整できる人に頼めば、弦もちゃんとね、まっすぐに直せるし、こういう弦高もですね、こういうブリッジを下げれば弦高も下がるので、ちゃんとね、なりますので、心配しないでくださいと言いたいんですけど、あまりにも安いギターだと結構どうしようもない場合もあります。その場合は頑張って弾くしかない、それしかないですね。その他、まあ力作って人もいますし、いないかなでも弦高が高ければ高い方が好みの人もいますしね。でもそのミュージシャン仲間でですと、基本的には低いのが、低い人が多いかな、絶対多いです。どこまで低くできるかみたいな勝負もあったりしますからね。あんまり低すぎてもまた音が詰まってきちゃったりもするので、僕もね、結構今この状態だと弦ビビります。ちょっとビビってるの分かりますかね。結構こうやって押さえて弦が振動して他のフレットに当たっちゃってるんですよ。これは生音、このまま今の音ですね、アンプにつながない状態の音、結構強く弾くと弦の振動が暴れるので他のフレットに当たっちゃってます。でもこうやってアンプに通しちゃえば、まあアンプに通してもあるんですけど、その音まあ分からなくなるので、僕はなるべく弦高を低めにするように設定してます。逆にこのフレットに、他のフレットに当たる音もちょっとコントロールじゃないですけども、それがもう求めてこの低い設定にしてます。結構プロの人の場合は低い設定がまず多いっていうのを覚えていただければいいと思います。高ければ高いほど、このね、間が高ければ高いほど抑えにくくはなってしまいます。力は必要になってきます。特に女性とかね、まだお子様の方の場合は健康高いとね、抑えにくいんで、頑張って抑えなきゃいけないんで、変なちょっと力がね、ちょっと入りすぎたりする癖とかね、あと腱鞘炎になっちゃったりね。結構ね、ギターってこうやって手首ずっと曲げてるんですよ。こうやって結構こうやって横から見ると結構ね、手首曲げてるんですよ。手首腱鞘炎になっちゃう人もね、多いですね。僕みたいに音楽学校行ってた人は、ちょっと仲間でね、結構腱鞘炎になる人はね、すごい確率多いです。毎日練習してたりするのはすごいとてもいいことなんですけども、やっぱり手首をこうやってずっと曲げてるっていうのは結構手首の負担にもなりますよね。まあ学校なのでよく手首のストレッチとか、まあ普段のね、皆様の生活の中でも手首とかね、しっかりこういう関節柔らかくするようにとか、ストレッチとかね、したりすると思うんですけども、結構ね、結構不自然な体勢にもなっちゃったりもするので、特に左の手首、右利きの場合はですね、左の手首がこういう角度になりやすいので、腱鞘炎にもなりやすいです。ですので、そういうところもね、気をつけていただいてですね。でも、いいギターであれば、あるほど先ほど言ったように、弦高を低くできたりするので、少ない力で抑えることができます。
こういうとこね思いっきり押さえなきゃいけないとするともうどんどん力入ってきますからね。そういうところでもちょっとそういうお高めのギターはそういう面でもストレスを感じにくくなってます。でもね調整次第でどうにでもねどうにでもというかですね良くなるので心配なさらずに聞いていただければいいと思います。でそんなわけでちょっとこのね PRS というねポール・リード・スミスというギターご紹介させていただきました。ぜひね今 SE とか安い10万以下でね買える PRS もねありますので10万以下でもでも高いと思う人はね高いですよね。学生さんとかね5、6万で買えるのかな。粘ればね安く買える可能性もありますので、あとちょっと人気ない色とかね、まあでも自分の気に入った色がいいんですけども、もうお金とのねやっぱ相談にもなると思うので SE でもねポール・リード・スミス僕はいいと思います。でもいろいろとネットとかのね今いろいろ情報入ってきますからね、その SE なんて PRS じゃないみたいに言う人もねいます。でよく持ってってもねこれ SE ですかみたいに言う人もいるんですけど、そこでやっぱ判断する人も多いので、まあねそういうのってまあいろんな他の世界というかですねいろんなありますからね、 PRS じゃない認めないぞみたいな人もいるんですけども、そんなことには負けずにですね全然問題ないですねと僕は思いますけども、まあそういうのもあったりするのもねやっぱり事実なので、まあそこは僕は気にしないでくださいと言いたいところですね。それでノンブランドのメーカーでもねいいと思いますしね、フェンダーとかギブソンとかねこういう PRS とかじゃなくても全然いいです。コピーモデルでもいいので気に入ったギターをね見つけるのが一番いいと思います。そして慣れてきたらどんどんとねこういう自分の好みに合った自分のそのやりたいジャンルとか求める音に合ったギターを探していくのがいいと思います。そんな PRS 講座PRS のねご紹介でございました。